阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、東京・六本木などで大規模な避難訓練が行われました。訓練では今回初めて外国人観光客向けに英語と中国語による案内が行われています。 I actually also have a little baby with me. Is there somewhere I can change her diaper? Yes, and in the fifth floor we have a nursing room, so we can you change your, you know.訓練は六本木ヒルズなど森ビルが管理運営するビル100棟以上で一斉に行われました。社員およそ1300人が参加し、避難誘導のほか外国人観光客への交通状況の案内や宿泊場所の手配も行われました。森ビルは帰宅困難者が3日間滞在できる10万食の食料や防災セットなどを備蓄しているということです。